こんにちは、ジャンです。2022年8月、新しく一眼カメラを買うことにしました。今回の動画では、カメラの買い替えに至った動機と、どのカメラを買うか決めた経緯、そして買い替えたことで自分の撮影環境がどう変わったかということについて語っていきたいと思います。このチャンネルではガジェットや生活を豊かにするアイテムの話をしています。Apple製品やカメラに興味のある方は、このタイミングでチャンネル登録をお願いします。私が今回一眼カメラを買い替えた理由は2つあります。1つは今使っているカメラに性能的な不満があるからです。2つ目はシステムの軽量化を図って旅行やちょっとした外出にも一眼カメラを持ち出したいと思ったからです。今使っているカメラは2018年に中古で購入したニコン D610 です。フルサイズセンサーを搭載し、手を出しやすい市場価格で、当時学生だった私にとっては最良の選択だったと思っています。レンズはシグマの 24mm から 105mm、F4 透視の標準ズームレンズを基本に、ニコンの 50mmF1.8 の単焦点レンズと、シグマの魚眼レンズを使って、主にライブ撮影などを行ってきました。フルサイズ機なので、綺麗な写真が撮れるのですが、近年急激な進化を遂げたフルサイズミラーレス機と比べると、性能的にも重量的にも不利な点が多いことから、そろそろ買い替えたいと思ったわけです。ここからは具体的な使用用途を整理しながら、D610 では何が不満だったのか、そしてどんな特徴のカメラが欲しいのかというのを具体化していきます。用途としてはまず、先ほども言ったライブ撮影の機会が多いです。その次に旅行や日々のちょっとした外出、まあ外食とかですね。その他結婚式や運動会、そしてこのチャンネルに投稿しているような YouTube 動画の撮影や Vlog 撮影などが挙げられます。一つずつ詳しく見ていきましょう。まずライブ撮影についてですが、求められる性能は主に暗所性能、AF 性能、そして連写性能かなと思います。暗所性能という言い方が正しいのかわかりませんが、ここではノイズ耐性とか高感度耐性とか、あとはレンズの明るさのことを指しています。ライブ撮影において暗所性能は本当に大切です。ライブハウスや局長によっては照明が暗く、ISO 感度を3200とか6400まで上げなければいけないこともザラです。実際暗所性能については散々苦しめられてきました。カメラを始めた当初はニコンの D5300 という APS-C サイズのセンサーを搭載した一眼レフを使っていたのですが、様々な環境で撮影するうちに、また自分の目が肥えていくうちに、これはちょっときついなぁと感じるようになりました。そこでフルサイズの D610 に乗り換えたのですが、センサーの性能としては D5300 と同じ2014年製だったので、やっぱり常用ISO 感度ギリギリの6400とかになるとノイズが目立ってしまっていました。また、レフ機のレンズは大きくて重いので、F4 透視のズームレンズを使っていましたが、ライブハウスの暗さだと F4 では少しきつかったです。私の感覚では F1.8 から F2.8 くらいが適正で、仕方なく単焦点レンズに切り替えて撮影するということも多かったです。その点ミラーレス機であれば、センサーの進歩もあり、ノイズ耐性も高いはずですし、F4 のレンズと同じくらいの大きさで F2.8 透視のレンズが実現できているはずですので、ここは期待しています。また D610 に乗り換えてから苦労したのは AF 性能です。D610 の AF 測距点は極端に中央に寄っており、中央に映ってるものにしかピントを合わせられませんでした。これはフルサイズのレフ機では珍しい話でも何でもなく、シャッターボタンの半押しではなく、専用のボタンでフォーカスを合わせる、いわゆる親指 AF によって対策している人も多いと聞きます。私も親指 AF を使って、ピントを合わせてから構図を決めるという運用でこの仕様の対策をしていたのですが、ライブ撮影となると構図を変えるわずかな時間で被写体が動いてしまうので、苦戦を強いられていました。仕方ないので、あえて構図を作らずに、引きで撮影して、後でトリミングして構図を作るという方法をとっていたほどです。これについても、ミラーレス機であれば、測距点はセンサー全体に広がっていますし、瞳 AF で被写体に常にピントを合わせてくれますので、期待できます。次に連写性能ですが、これは1秒間に撮影することのできる枚数という意味ではなく、連続で撮影することのできる枚数、すなわちカメラ本体のバッファ容量のことを指しています。
ライブ撮影に限らずだと思いますが、動きのある被写体を撮影する場合は連写で撮っておいて後でベストな写真を選ぶというのは常套手段だと思います。しかしバッファ容量が足りないとすぐにシャッターが切れなくなってしまい、一番大事なタイミングを撮影することができないという元も子もない事態になります。D610 はローと JPEG の同時記録だとだいたい10枚くらいでバッファーが埋まってシャッターが切れなくなるので連写をあまり使うことができませんでした。この点はミラーレス機云々というよりはエントリー機ではなくそれなりに高級な機種であれば問題にはならないと思います。次に旅行ですが、ここではライブ撮影と打って変わって軽量化を重視したいと思います。今まで使っていた D610 は本体だけで 850g あったので、旅行というか観光ですよね、だと丸1日歩き回ったりするので重量はかなりネックでした。ミラーレス機であれば 650g くらいが平均値かと思いますので、それだけで 200g 程度の軽量化が見込めると思います。しかしいくら本体が軽くなってもレンズが重くてはお話になりません。軽量コンパクトなレンズを探す必要があります。レンズを探すにあたって単焦点レンズかズームレンズかというところを考えなければなりませんが、可能であればズームレンズがいいと思っています。というのも旅行では必ずしも構図を足で作れるわけではないからです。広角24または28ミリから中望遠60、70ミリくらいの標準域で、かつ小型軽量のズームレンズを探したいところです。なお、軽量コンパクトを重視するにあたって、もちろんフルサイズ向けのレンズが望ましいですが、どうしてもそれがない場合は APS-C 向けのレンズをクロップして使うとかでも良しとすることにします。APS-C 向けのレンズを使う場合は、カメラ本体に APS-C クロップに耐えうる程度の画素数が必要になるかなと思います。次に結婚式ですね。私は今27歳で、自分の結婚式は終わっているのですが、年齢的に友達の結婚式に行く機会というのも今後あると思いますので、ここは一眼カメラの利用シーンとして考慮に入れておきたいです。ただし、結婚式の写真というのは一生に一度の極めて難易度の高い撮影ですので、私は職業ではなく趣味としてカメラをやっている以上、プロのカメラマンとしてではなく一参列者として撮影するシーンというのを想定して選んでいきたいと思います。で、結婚式というのは室内で執り行われる場合が多いです。ということはある程度の暗所性能が求められますし、ドレスコードがあったり席を立てる時間も限られているので、ライブ以上に移動の自由が効かないと思います。ということはレンズのズーム倍率というのが重要になります。したがって高倍率で軽量コンパクトな望遠ズームレンズがあるといいかなと思います。望遠レンズといえばですが、将来子供が生まれた時の運動会でも使えると思います。運動会は屋外で実施されるので高感度耐性は必要ありませんが、 AF 性能と連写性能というのが必要になってくると思います。ここはライブで使えるような機種を選んでおけば問題ないと思います。さて、ここからは動画性能についての言及になりますが、 YouTube 撮影では製品レビューとかもありますので、ある程度の AF 性能というのが求められます。また室内での撮影が多いですし、私の場合は照明機材を増やしたくないという事情と、シーリングライトを使うと影ができてしまうという都合から、基本的に自然光で撮影をするスタイルなので、光量不足の環境で撮影をするということが多いです。ということはある程度の暗所性能が必要になります。また将来性を考えると、 YouTube の動画というのは 4K60p がスタンダードになっていくような気がしているので、 4K60p での撮影の可否というのも重要になってきます。機種によっては 4K60p だとスーパー 35mm モードがオンになってクロップされてしまうという場合もありますが、それは専用のレンズを使えばいいと思いますし、 APS-C 用のレンズというのは安いので、そこは許容したいと思います。最後に Vlog 撮影や作品としての動画を撮影する場合ですが、これは歩きながらの撮影が多くなると思うので、ジンバルを使うことになるのかなと思います。ということはジンバルの耐荷重を超えないように配慮する必要があります。調べてみるとスマホ用のジンバルだと耐荷重がだいたい 1.2kg くらいですが、ちゃんとカメラ用のジンバルを買えば、安いものでも 2.5kg くらいからあるみたいなので、相当重いレンズを使わない限りは大丈夫だと思います。もっとも日常の Vlog 撮影程度であれば、旅行用の小型軽量のレンズをつけて手持ち撮影でもいいと思います。
また後から色編集ができるログ撮影ができるといいかなと思っています。加えてここまでの全ての用途に関わってきますが、 SD カードなどの記録メディアを2枚出しして冗長化できるといいかなと思います、いわゆるデュアルスロットですね。以上のことからカメラ本体に求められる特徴は以下の5つです。1つ目、ライブ撮影で問題なく使用できる程度の高感度耐性。2つ目、十分なバッファー容量があること。3つ目、シーンによって軽量コンパクトなシステムを構築できること。これは実現方法が2つあると思っていて、軽量コンパクトなフルサイズ向けレンズを使うか、もしくはクロップに耐えうる画素数のある本体と APS-C 向けのレンズを組み合わせるかのどちらかになると思います。そして4つ目、 4K60p 撮影が可能であること。そして5つ目がデュアルスロットであること。この5つかなと思います。一方でレンズは3本を揃えるのが基本になってくるかなと思います。1本目はライブをはじめとする多くのシチュエーションで利用できる F2.8 透視の標準ズームレンズ、2本目は旅行用の小型軽量標準ズームレンズ、3本目は望遠域をカバーできるレンズ。これは望遠レンズを買うでもいいと思いますし、広角も同時にカバーできる高倍率ズームレンズを買うでもいいと思います。ここからはどのカメラを買うのかというのを具体的に検討していきます。フルサイズミラーレス機で候補に上がるのは、メーカーとしてはソニー、ニコン、キャノンの3社ではないでしょうか。一旦要件は考慮せず、思いつく限り各社のフルサイズミラーレス機を挙げていきます。ソニーはベーシックモデルで画素数の多い α74、 そして高感度耐性がズバ抜けており動画性能も高い α7S3、 小型軽量の α7C、 そして旧モデルですが α73 あたりも候補に入ってくるかなと思います。ニコンの場合は性能の高い Z6II、 そしてリーズナブルな Z5、 あとは旧式の Z6 あたりも候補に入ってくるかなと思います。キャノンの場合は R6 の性能が素晴らしいと思います。時点で R とか RP とかもいいと思います。そしてこの中で先ほど挙げた要件の全てを満たすことができるのはソニー α74、 ソニー α7S3、 ニコン Z6II、 そしてキャノン R6 の4機種のみです。我ながらかなり厳しい要件を設定しているんだなぁと実感しました。ここからさらにレンズとの組み合わせを考えながら絞っていきます。α74 は3300万画素と画素数が非常に多いので、積極的に APS-C 向けのレンズを組み合わせて軽量化と望遠域のカバーというのができそうです。 4K60p の撮影ではスーパー 35mm にクロップされるので、そういう意味でも APS-C 向けレンズを組み合わせることを前提に考えてもいいかもしれません。で、調べてみるとソニーの純正レンズに APS-C 向けのコンパクトな標準ズームレンズがあるようです。焦点距離は16から 50mm なので 35mm 換算で 24mm から 75mm ですね。旅行用としてちょうどいいかなと思います。 F2.8 透視の標準ズームレンズはすでに2型が出ていますが、1型であれば中古で15万円程度なので、予算的にも抑えられていいかなと思います。望遠レンズはタムロンの28から 200mm の高倍率ズームレンズや、同じくタムロンの70から 300mm の望遠ズームレンズなど、案外選択肢があるようです。クロップをすれば 1.5 倍の焦点距離としても使えるので、カバー範囲が増えていいかなと思います。ただし F 値が暗いレンズをライブで使えるのかというところは少し不安が残ります。一方で α7S3 は低画素機ですが、高感度耐性がズバ抜けているので、フルサイズ向けのやや暗めのレンズを使ってもいいかなと思います。望遠域で F6.3 くらいになってしまうようなレンズでも問題なく撮れると思います。 4K60p の撮影でもクロップはされず、なんと 4K120p の撮影も可能です。高感度耐性だけでなく動画性能も α7S3 がダントツみたいです。ただし APS-C 向けレンズを組み合わせた場合は画素数がだいたい510万画素くらいになってしまうので、それはちょっと不利かなと思います。解像度が 4K 以下になってしまうので、スーパー 35mm モードでの 4K 撮影というのはできないみたいです。ここはちょっとレンズとの兼ね合いかなと思います。調べてみると、こちらもソニーの純正レンズに28から 60mm のフルサイズ向け標準ズームレンズがありました。フルサイズ対応のレンズでここまで軽量コンパクトなレンズがあるなら、あえて APS-C 向けのレンズを買う必要はないと思います。 F 値が広角端で 5.6 と暗めですが、α7S3 の高感度性能なら全く問題ないと思います。
望遠レンズは先ほど挙げたタムロンの2本などがいいかと思いますが、画素数の関係で APS-C クロップを前提に考えるのはちょっと無理があるので、300mm を超える望遠域をカバーするのは難しそうです。これ以上になってくるとシグマの 100mm、400mm とかタムロンの 150mm、500mm とかが必要になってくると思いますが、正直あんまりレンズの本数は増やしたくないですよね。そもそも 300mm 以上の望遠を使うシーンというのは想定にないので、ここはあまり考慮しなくてもいいかなと思います。 Z6II は2450万画素なので、写真のデータも重すぎず、そして APS-C クロップもできるバランスのいい画素数だと思います。動画性能はファームウェアのアップデートによって 4K60p の撮影に対応したようです。ただし APS-C、ニコンの名称だと DX フォーマットですが、強制的にクロップされてしまうという問題はあります。レンズについて調べてみると、16-50mm の APS-C 向け標準ズームレンズが小型軽量で旅行用としていい感じです。F2.8 投資の標準ズームレンズの値段がやや高価ですが、本体が25万円くらいなので、合計で50万円程度ですね。α7S3 だと F2.8 投資の標準ズームレンズとの合計額が52万程度になるので、大体同じくらいかなと思います。ただし、タムロンやシグマなどサードパーティー製のズームレンズに Z マウントが用意されていないので、望遠レンズの調達に少し難があると思います。望遠域のカバーのためにレンズを買い足すとなると、選択肢が純正のレンズだけになるので、システム全体で20万円以上上乗せになるので、ちょっと現実的ではなさそうです。 α6 も Z6II とよく似たスペックですが、クロップなしでも 4K60p の撮影を行えるのが利点だと思います。ですが、やはりサードパーティー製のズームレンズが使えず、望遠レンズまで揃えるとなると、システム全体で75万円くらいになってしまうので、こちらも現実的ではないかなと思います。以上のことから、ニコンとキャノンは候補から外すことにしました。α7-4 と α7S3 は購入当日まで悩みましたが、最終的には α7S3 を購入することにしました。やはり私にとって高感度性能の高さは魅力的ですし、軽量化に関してもソニーがフルサイズ対応の標準ズームレンズを出してくれているので、障壁はありませんでした。ここからは α7S3 を購入したことで自分の撮影環境がどう変わったのかということを解説していきたいと思いますが、もうかなり長くなってしまったので動画を前後編に分けたいと思います。後編では α7S3 の開封レビューと、もともと使っていたニコン D610 との比較、そしてレンズの使い分けやボタンのカスタマイズについてこだわりを語っていきたいと思います。お楽しみに。